5大都市圏とは3大都市圏に、福岡都市圏、札幌都市圏を加えたい5つの都市圏の総称。日本では以下のように定義されている。放送、工業などの分野で、慣習的に使用される。札幌都市圏、東京都市圏、名古屋都市圏、大阪都市圏、福岡都市圏、それぞれの中心都市の、札幌市、東京都区部、名古屋市、大阪市、福岡市を5大都市と呼ぶ。 五大都市圏は都市圏という観点で選ばれているため、政令指定都市のうち、横浜市、川崎市、相模原市、埼玉市、千葉市、堺市といった独立した都市圏を持たない都市は数えられていない。また、神戸市、京都市、北九州市は都市雇用圏では独立した都市圏を持つが、大都市圏においては、神戸市、京都市は近畿大都市圏に、 北九州市は北九州福岡大都市圏に包括される。なお、都市圏の規模としては札幌都市圏よりも静岡、浜松大都市圏の方が大きいが、静岡、浜松大都市圏は地方中枢機能の大部分が名古屋都市圏に置かれているため、5大都市圏からは除外される。国勢調査による政府統計では以下の4つとしている。 東京都市圏、大阪都市圏、名古屋都市圏、福岡都市圏すなわち、三大都市圏に、福岡、北九州を加えたもの、または五大都市圏より、札幌都市圏を除いたものとなる。三大都市圏、五大都市圏などと同様に、放送、工業などの分野で、慣習的に使用される。四大都市圏を結ぶエリアを、太平洋ベルトと呼ぶ。 4大都市圏には4大工業地帯も存在する。5大都市圏のすべてが人口200万人以上を要する。5大都市圏を形成する中心の都市は日本国内における各ブロックの中枢となる。また、主要行政機関、重要空港、重要港湾、テレビ局、大学、大企業、証券取引所、大規模コンサート会場。 商業施設等が包括的に集積するエリアである。2015年の国勢調査の結果をもとに、都市雇用権及び大都市圏を基準として算出した。定義については、中心都市と郊外の定義を参照。うちは大都市圏人口。ありがとうございます。